皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、ここ台所なんですけど、ここがここが一番ね、照明的な問題でいい感じかなと思ってここで撮ってます。流しでで、幕張3日間いたんですけど、私のためになんとプレゼントを持ってきてくれた方がいたので、そちらを紹介していきたいと思います。緊急でもらったやつっていうのかな、わかんない、もしかしたらこう私のために持ってきてくれたのかもしれないけど、どうなんかな、ポッてくれたんですけど、じゃーん、マコツのクリーナーもらいました、イエーイ。バレンタインデーのやつなんですけど、2個目かな、多分これ自由形したやつと同じやつだと思うんですけど、超嬉しかったです、ありがとうございます、イエーイ。結構話しかけてくれる人が多くて、でランペの CD をバーって買ったので、その時にもらったステッカーなんかを配ってたんですけど、まあ、そのお返しかな、わかんないけど、マコツをもらいました、ありがとう。なんかバックステ当てる宣言したんですけど、当たりませんでした、ありがとう。 CD 予約したんですけど、かなり予約したので、まあ、プレゼント企画もしたいなと思うので、まあ、よかったら皆さん待っててください。次はこちらです、じゃん、すっごい大きくて、もうわざわざね持ってきてくれたみたいで、まずはこれチーバくんのねお菓子です。チョコクランチなんですけど、会場でね、あゆみさんとあかねと2人で食べました。なんであと3つかなくらい残ってるんですけど、超美味しかったです。こんな感じで貝とかコルクとかが入ってるやつです。作ってくれたのかな、めっちゃ可愛いんだけど、多分こうやって置ける感じのものになってると思います。次これ、これめっちゃよ、また嬉しかった、黒のバンダナです。頭に巻くこともできるので超嬉しい、白しか持ってなかったのでやったと思って一番最初に紹介すべきでした。じゃあチョコバナナさん、ハッピーバースデーってことで、若菜ちゃんからいただきました、ありがとうございます。これタトゥー指輪、タトゥーリングとタトゥーチョーカーじゃなくてブレスレット、こんな感じ、タトゥーチョーカーとかすごい好きなので超嬉しかったです、ありがとうございます。これじゃーん、リュウジ君とオミ君もらいました、ありがとうございます。爆イケだなぁ。にゃんちゅうのね、缶バッジ。結構大きめの缶バッジ。これ可愛いなと思って、リュックとかにつけたいと思います。あとね、これ、セカンドバージョンの小吉の、ハゴ板。ハゴ板ストラップです。ありがとうございます。で、これがめっちゃ嬉しかったの。じゃーん。トライブのね、このバングルみたいなやつです。これ、リトルがピンクを持ってたので、確かピンクだった気がする。可愛くて欲しかったんですよ。ありがとうございます。じゃあ、ミクちゃんからもらいました。このね、リュウトくんのコインケースをもらいました。LINE ライブに結構来てくれてるんですけど、LINE ライブでずっとプレゼント持ってくのでって言ってくれてて、本当に持ってきてくれて、すんごい嬉しかったです。ありがとうございます。手紙もすごいぎっしり書いてくれてびっくりしました。ありがとうございます。最後はこちらです。これはね、もう会場に入っちゃってたんだけど、席聞いて持ってきてくれたんですよ。めっちゃ嬉しかった。こんな感じ。これがね、メトロポリスのガチャのリュウジくんのエンブレムみたいなやつ。これめっちゃ可愛いし、なんかおたばれあんましなくないですか？顔とか書いてあるわけじゃないから。なんでこれ結構カバンにつけようかなって思ってます。あとはこのマコツのエマストラップをいただきました。ありがとうございます。今回かなり声をかけていただいてすごく嬉しかったです。本当に会いに来てくれて、声かけてくれて、写真撮ってくださいって言われるんだけど嬉しかったのに、プレゼントまで本当にいただいちゃって、本当に申し訳ないなと思ったんですけど、すごく嬉しかったです。今回会場で LINE ライブしたり、あとはここにいますみたいなことツイートしたりしたので、結構会えた方は多かったなと思うんですけど、すごく楽しかったので、また次ねライブどっかに行くときは、まあ機会があれば同じライブにもしいた時には声かけてくれると嬉しいなと思います。それではチョコバナナでした。皆さん本当にありがとうございました。バイバーイ。